はい、どうも皆さんこんにちは、ギルテックスです。タルコフやっていますでしょうか。ワイプがね、8月上旬にされると言われていたのにまだ現在来ておりません。一体いつ来てくれるんですか、ニキータさん。ということで今回の動画はグーンズライトハウス編ですね、作らせていただきました。事前にいくつかの話をしてから実際にねレイドで、行きたいと思いますのでよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、ということで、おそらくショアラインに次ぐ、難しいマップにはなっています。こちらライトハウスですが、スポーンする場所がね大きく分けて2箇所あります。水処理場に1箇所、そして、青ニキータと呼ばれるニキータハウスの下にある青い建物にグーンズが、実際スポーンします。今回は、青ニキータの、グーンズを倒す方法を、2方向から、できるように説明していきたいと思います。理由としてはですね、周回効率と死亡率が明らかに水処理場はねもうやばいんですよ。効率も悪ければ戦いにくくて本当にね負ける確率が高いということで、今回で、ね、青に聞いただけにはなりますのでご了承ください。装備はまず、武器、こちらですね MCX を使います。最近ね僕のお気に入りになっております。この武器60連マガジンがついていて弾もとても強い、CBJ ですね。こちら、ダメージ58の貫通率43ということでかなり強い武器になっております。この武器ね60連マガジンを大体3本ぐらい僕はいつも持っていってるんですが、こんな感じでいこうと思っております。そしてですね、今回アーマーなんですけど、いつもね、腕を守るアーマーとかすごい強いアーマー持っていってって僕言ってるんですけども、今回はですねアーマーリグの方をね使用していきたいなと思います。理由としてはですね RR とパラコード、そしてアーマーリグを着ている状態で脱出することができる特殊脱出があるんですね。はい、それが、特殊脱出をすることで、よりね周回速度を上げていこうということでね、今回はこの装備で準備しました。グレネードは3つですね。はい、こんな感じでやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。では実レイドの方行ってみましょう、どうぞ。はい、ということでね、今回グーンズの倒し方ライトハウス編ということでやっていきたいんですが、まずですねこちら、水処理場側から来た時のパターンで説明したいと思います。まずこちらですね、グレネードをまず岩陰から一発投げましょう。声が聞こえれば要警戒で体を出すんですが、聞こえなければそのままね体を出しながら弾が飛んでこないか、動きながら建物の中に入るようにしましょう。来ないですね、弾いるかな。あ、なんかいる、いる、あ、見えたね。声だったら OK です。はい、あとは扉を閉めて入ってくるのを待ちましょう。扉が開けばインファイト、ここが開けばこれ倒せばいいですね。視界が一方通行の状態を作りましょう。あ、来てますね。来ますよ。はい、開きますね。グレネード入れましょうか。はい、多分詰まってますね、ここら辺で。はい、こんな感じで倒していきましょう。ちょうど2人いましたね、ラッキーです。ラッキーですね。バードアイもいましたね。こんな感じで倒すとね割と簡単に倒せるんじゃないでしょうか。ここね本来ならこう入ってきて詰めてくることが多いので、そしたらここで扉でね、扉が開く前でもいいのでこうやってね打ってしまえば倒すこともできます。
はい、このようにね詰めていくことをお勧めします。じゃあ次逆側のねニキータハウス側からねアプローチしていく方法について、説明できたらと思います。どうぞ。はい、ということで今回ニキータハウス側からね攻めていく方法について、説明したいと思います。ここね乗り越えてもらって崖すぐ降りましょう。これ上から行くとね大体死にます。はい、こんな感じで弾がね無限に飛んでいきます。はい、もう今やばいです。正直言うとねこんな感じでガンガンね攻められるので、これで今、追い込まれてる状態なんですけど、ここにいればとりあえずね大丈夫ではあるんですが、本当はもうちょっと前にね行きたいので一旦グレ投げます。下がります。はい、下がります。そして、死人されたら上にね戻ってもらって、上から詰めてくるのを待ちましょう。おそらくね今死人されている状態なので、グーンズ全員こっちをね見ている状態だと思います。どう詰めてくるかちょっとね結構ここ難しいです。はい、ちょっとずつ前行きましょうか。グレネード投げながら行けばある程度はねカバーできると思うので、この辺りからグレネード投げます。左から聞こえましたね。ではここから右に向かっていきます。降りていきます。はい、で建物の中に入っていけるように頑張りましょう。このままダッシュで、はい、行きます。はい、ビッグパイプとバードアイ多分向こうにまだいると思うので多分詰めてくると思います。あ、来ますね。はい、最後バードアイですね。バードアイがどっちから来るかわからないのでねすごい怖いんですが、グレネード投げましょう。あ、左ですね。中入っちゃいましょうか。これ建物の中に入った方が安全です。入っちゃいましょう。で入ってきてここ詰めてくるのを待った方がいいですね。扉開けてきます。大体こうなると結構厄介なので、本来なら室内にね入って、引き寄せるだけで勝手にね突っ込んできてくれるんですけど、ああいう山の場所とかにね行くとね詰まりがちなんですね。今見えましたね。詰めてくるの待ちましょうか。室内入りましょう。おそらく詰めてくると思います。はい、こんな感じですかね。ちょっと今のはね危なかったですが、基本的には死人させて突っ込ませるという動きがね、いいのかなと思います。このようにね近づいてきたら、扉を閉めて壁を抜くと、このやり方が一番簡単なんじゃないかなと思います。室内にもし入れるのであればね、これやり方やれば確実に倒せると思いますので、ぜひねやってみてください。ただね、あの PVP の場合かなり同業者とかも多いので、このぐらい時間かかっちゃうと結構横取りされがちなのでね、あのできるだけね素早く敵をね引きつけるような動きができるといいかなと思います。はい、ということで次ライトハウスのねニキータ、このニキータハウスの下のねアプローチの仕方説明したいと思います。
ここね、まず岩肌降りてって道路の方に出てください。この道路の側道のこの岩裏、もう一個前行きましょうかね。これぐらいから、この岩裏ぐらいから投げましょう、グレネード。これで泣かなければ帰ってしまっても大丈夫です。はい、で体出してここ走り込んでみて、グーンズいなければ弾撃ってこないので、もしこれ撃ってきた場合、この中にね逃げ込めば OK です。いないなと思ったらもうそのままね上で帰ることができます。 RR とパラコードを持っていればね、すぐ、周回することができるので、あのニキータハウスから降りていってすぐ帰るというこの流れはね、すごいね、効率のいい周回の仕方になっています。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回グーンズライトハウス編ということで倒し方を紹介をさせてもらいました。こちらです。ぜひ参考にしてもらって倒してもらえたらなと思います。基本的なポイントとしては、建物に入ってグーンズをおびき寄せるという戦い方が一番いいのかなとは思いました。慣れればね簡単にできると思いますので、ぜひ頑張ってみてください。わからないことがあればいつでもコメントお待ちしております。その他にもね、ツイッチにてほぼ毎日配信をしておりますので、ぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。今回はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。またね。